おとなしくしてればよかったのにな。ダッセ。ダサくなんかないよ。ジロー君は優しいし、実習始まってからすごくかっこよくなったよ。私の知らないジロー君を知ってるあかりちゃんがちょっとだけ羨ましい。何言ってんだよ。しおりの見てきた俺が今の俺だよ。でも私、つかしおりはどうなんだよ、天神と。え、その、あ、前にやったほら練習のその後とか。え、マジで天神と。違うよ、何もないよ。でもすげえ動揺してるじゃん。違うの、ジロー君とのキス思い出しちゃって。私の最初はジロー君だけど。そっちは濡れるって。今まで隣にいたのに寂しいよ。大人になってくと幼馴染ってだけじゃ隣にいられないの。あかりちゃんが特別じゃないなら教えてくれる？あかりちゃんが知らないジロー君のこと。でもまあとりあえず二人ともうまくいきますように。